ヨハン・ヘルマン・リー・フォグとは、ノルウェーの鉱物学者、地質学者である、トロンハイムで生まれた。鉱物学を学び、オスロの鉱物研究所の所員となり、ストックホルム大学などで学んだ。1886年に、クリスチャニア大学の鉱物学の教授となり、1886年に、ノルウェー工科大学が設立されると、鉱物学、地質学の教授となった。 ノルウェー、スウェーデン各地を調査し、著書にノージス・アーツ・フェレイ・カムスター、ソルトン・オージー・ラネン、ダンダーランド・ストレンズ・ジャーン・モンフェルト、デ・ノード・スヴァンスク・ジャーン・モンフェレイ・カムスター、第シリー・クチ・マルズ・ラ・サンガン、第ラガー・シュタットン・デ・ア・ナッツ・バロン・ミンラリアン・ウント、ゼスタインなどがある。ベルリンの学術史、応用地質学ジャーナルの創刊に貢献した。百三十二年に、ロンドン地質学会から、 ボラストンメダルを受賞した。ありがとうございます。